はい。今日はクラスの基本について学びます。クラスはオブジェクト指向プログラミングの基本となる概念です、えー。ちょっとネットで調べてみました。オブジェクト指向プログラミングにおけるクラスとは、オブジェクトを生成するための設計図、あるいはひな型に相当するものである。抽象データ型の一つ。 クラスから生成したオブジェクトの実体のことをインスタンスというと書いてあります。うん、なんだか難しそうですね。もうちょっと簡単に説明できたらいいんですけど、例えば猫を p5.js で作るとします。猫にはさまざまな、えー、例えば名前とか大きさ、色があります。また動く速さやジャンプ力も違います。 毎回最初から定義していくよりも描き方、動き方をひとまとめにして猫クラスとしてしまい細かい設定は後で個別に決めていくといったやり方をクラスと言います、うん、ちょっと説明だけでは何ともわかりにくいので早速やっていきたいと思いますまずですねこのままここに書いていってもいいんですけど クリエイトファイルというのが、多分これログインしてないとできないと思うんですけど、ログインしてクリエイトファイルで、猫の説明をしときながら、丸っていうクラスを作ってみます。うお .js ですね。サークルクラスを作ります。で、これクラスは、 クラスと書いたら大丈夫です。サークル。これで大丈夫です。で、これを書いていってもですね、このスケッチでは読み込まれることがありませんので、インデックス HTML のこのボディのところにスケッチ JS があるので、これを、これの下ぐらいに、このクラスも読み込めますよと、 書いておきますはい次にですねクラスではえー、っとこのこれを見てみましょうかクラスこれネットで調べましたモジュラーのウェブドキュメントですねでクラスの定義ではクラスを定義する一つの方法はクラス宣言を使うことですクラスを宣言するには えー、クラス名、ここではレクタングル付きでクラスキーワードを使いますでこれ僕らでいうクラスサークルですね。次、コンストラクターというのを使います。ちょっと僕らもやってみますね。コンストラクターで、ここに、x、 横の場所縦の場所丸のサイズあと色もつけときますかねあと動くからスピード X スピード Y もつけときますなんかいっぱいになってたちょっと色は最後に後でつけようか最初は12345個5個ね コンストラクターというのを書いて Tis ten x は xTis ten y はこの yTis ten SP x は SP xTis ten SP y は SP y <laughs> これ何のことだかよくわかりませんね。x はこれのディステン x です。y はディステン y ですと書いてます。これ後でもうちょっとわかりやすくなるんで、ちょっとお待ちくださいで。ここで関数でディスプレイというのを作ります。でこれ この名前は僕が適当に作ったものなんですけど、このクラスの中ではですね、スケッチ JS の時はこのファンクションっていうのをつけてたんですけど、クラスの中ではもうそのままディスプレイとファンクションなしでいきますで。ちょっと丸を出したいので、エリプス。いつものエリプス。<laughs> でここでディ d i ステン x、x <laughs> ィス s ン y.dis.s 作ってない。dis.s は s。これで、これね、横縦、サイズ、サイズ。これでディスプレイという命令ができました。 これをこのスススケッチ JS ののの中でインスタンタというのを作りますこのサークル JS を作っただけではこの実際に稼働してくれるやつはできてなくてこれは設計図みたいなものですこれを実際に表示させるにはインスタンスというのを作らなくてはいけません このサークルクラスのあ違う最初にレッド例えばサークル1っていうのを作りますねでこれでこの C1 っていうのは新しく作ります new サークルから新しく作りますよこのここの中にさっきの コンストラクターの横の場所、縦の場所、サイズ、横スピード、縦スピード。これもまだ使ってないですけど。はい。5個。1、2、3、4、5個ありますね。横の場所、縦の場所、サイズ、横のスピード、縦のスピード。この実際の値を入れていきます。横200、縦100、サイズ30。スピード、横は2、縦は1と入れます。 はい、これで、えー、生成されました。で、このディスプレイという丸を実際に表示する命令を呼び出すときは、ここで、C1 のディスプレイと書くと、うお綴り間違ってる、僕。あ <laughs> こっち間違ってるこっち間違っとんかな普通サークルってこうすかねサークル。で、インデックスも、<laughs> インデックスはサークルって書いてどう <laughs> お、出ましたね。出ました。これで出ましたよ。 でもうちょっとこれだけだと寂しいので、例えば動くっていう命令を追加します。ムーブ。これサークルクラスの中で,ですね。ムーブで、さっき作ったこの spx とかをね、使いたいんで、dis.x は dis.x+. これ dis 何回も出てきて大変ですけど、spx と。と です .y は、です .y+, です .spy。SP <laughs> はい。で、まあ、ちょっとやってみましょうか。ここで、今度はこのムーブという命令を読み込ませたいので、ここで C1 のムーブと書くとなりましたね。バッチリです。 はちょっとはもうちょっとムーブを跳ね返ったりするようにもしディステン X が大きくなったら横幅これウィズは横幅ですね横幅より大きくなるかもしくはディステン X がちっちゃくなったらディステン SPX をひっくり返すから マイナス、リス。点。エクスピークス。ですかね。で、あとこれの、高さも。ワイ <laughs> にして。高さはハイトキャンバスの、高さですね。ハイトで、ワイ。 by、<laughs> なりました。あと色もつけてみようかな。色もつけてみます。色もつけたいのでここに C とこを作って、ディスタン C は。 色はシートアディステンシー,ー、ね、したらこれエラー出ますねこれこれですね これ一つ増えましたのでこっちのスケッチ JS でも値を一つ増やしとかないといけませんカラーの赤をここでは入れてみましたさあ赤い丸が出ましたねでこれもっと出したいときはいろんなやり方があるんですけど今日はちょっと一個ずつレッドの C にレッド の C2C3 と,としてそれぞれちょっと場所を変えたり高さを変えたりと大きさも変えたり。 スピードも変えたり。速いのがいたりね。速いやつは速いやつもいたりあと色もね赤があったり。RGB なんで、青があったり、RGB なんで、ここ青があったり。r g グリーンが。 これをこうして2233とすると丸いのが3ついろんな種類のですね猫ではないですけどいろんな種類の丸が動いてるやつができました次回はですねこれあのクリックしたら 追加していったりとか、あと、どうしよう。この丸の中で押したら消えるとかですね。消していくとか、そういったことをやっていこうと思います。ぜひ皆さんもご自身でクラスを作って表示させてみてください。じゃあ今日はこれで終わります。さよなら。